らしいですけれども、結果になったんですけど、そうですね、やはり降りた瞬間、皆さん、めっちゃそうなりますよね、そうですね、はい、それはそうなります。はい、ここでね、フリースタイル部門の発表をしたんですけど、はい、まだまだ表彰残っております。はい。この後、そうですね、今回そして、いつもこの後、はい、エクストリームトリック賞と、はい、ジャッジ特別賞、はい、こちらの2つを、表彰しているんですが、はい、今回、はい、新ルールになったことに合わせて、はい、まあ、いつもは全会場を1人ずつほぼ間違いなくどっち両方とも配布していると、はい、エクストリームトリック賞も、はい、ジャッジの賞もで今回からルールも変わったのも合わせて、はい、本当にその2つの賞のハードルを上げたいなということで、そうですね、はい、基本的には出ない可能性が高い賞と、はい、そうですね、もうよく特賞、はい、はい、ね、ハイレベルなトリックも、そうですね、はい、非常に難しいのがハイレベルなトリック、ハイリスクなトリック、はい、ここに残るトリック非常に多かったんですが、はい、やっぱりそれを一つ超えたレベルのもの、そうですね、この賞の、価値を上げたいという、はい、ということで、はい、ジャッジ特別賞ももちろん、はい、すごいジャッジ全員の心に響いた、はい、こいつは間違いないというすごい印象が残った選手がいた時のみ、はい、はい、表彰したいというふうになっておりますので、ね、今回から、はい、はい、出るか出ないかわからない、はい、勝利になりましたが、ということなんですよ、はい、はい、その中で、はい、今回1名、ジャッジ特別賞、はい、はい、表彰したいと、これはどうしても、はい、全員一致で、この方、はい、間違いないぜひ、表彰したいと、はい、それだけ心に残った人がおります、はい、発表しましょう、お願いします、今回、2012イーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロック、ジャッジ特別賞、ワンエア部門野田健人選手、ありがとうございます。選手の方、野田健人選手、はい、今回本当に、はい、野田健人選手がいいんじゃないかってなった瞬間、はい、全員一致で、そうですね、それはもう、もう確かに間違いないと、はい、やっぱりフリースタイルがすごい作り込まれている、はい、そうですね、今回から、はい、先ほども何度も言ってるんですけど、非常にルールが変わったんですね。今まで、クリッカーによる、技術点を重視したルールだったんですけど、まあ、それはもちろんそこを伴った上でパフォーマンスをこうもっともっと評価したいということで、かなりのルール改正が行われました。その中でジャッジ一同、一番印象に残った、そうですね、自分の全力を 100%、はい、みんなに伝えるという、はい、そういった姿勢すごく見えて、はい、すごく感動したんですね、やっぱり、はい、やっぱりそういったいいフリースタイルというのは心に届くというのを、はい、すごいいい例だったじゃないかなと思って、はい、今回なかなか出さないようにしようって朝話し合ったばっかりと、はい、ジャッジ特別賞、はい、いきなり出ました、間違いないです、はい、それでは表彰に移りたいと思います、はい、どうぞ、はい、今日2回目の表彰です。賞状2012イーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロックジャッジ特別賞、野田健人殿、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいです、素晴らしい、はい、それでは写真撮影、写真撮影、はい、でも一人寂しい、一緒に撮る、一緒に撮る、入れていただいてよろしいですか、僕らも、はい、よければ、もし本当に、いや、邪魔だったら言ってください、本当に、もうお前らが映ってたらちょっとって思ったらもう言ってくれても結構なので、大丈夫ですか、はい、許可をいただいたので、はい、失礼いたします、はい、失礼いたします、本当失礼いたします、はい、ありがとうございました。はい、